畑で摘んだ実綿ですね、しばらく乾燥させてから種と繊維を取り分けます。こうしてローラーの間を通すことで種と繊維が分かります。はい、栗綿ですね、綿を移していきます。これが豆油にちょっと部屋が狭いので竹を見ていきます。竹を見ですね、はい、それではこれが内綿です。これから陣形を作るために綿が出てきていきます。それでは陣形から移動を進めていきます。次、もう一回ここを取ってみましょう。それだけ取ってみましょう。次、もう一回取ってみましょう。それでは、たっぷりと解凍させて火を入れて